ドリー・バーンは南アフリカ共和国のレーシングカラーデザイナー。1997年から2006年2月にかけ、スクーデリア・フェラーリでチーフデザイナー職にあり、同チームの黄金期に多大な貢献をした。現在は同チームのアドバイザーを務めている。1990年代から2000年代の F1 を代表するデザイナーと注目の見解は一致しており、同時代で、 バーンに唯一被験するとみなされているデザイナー、エイドリアン・ニューウェイとは、こうおつつけがたく、バーンの車は71勝と6回のコンストラクターズタイトル、5回のドライバーズタイトルを獲得しており、これは、エイドリアン・ニューウェイがデザインした車が1992年以降に達成した67章、6回ずつのコンストラクターズ、ドライバーズタイトルという記録と拮抗するものである。 バーンは南アフリカヨハネスブルグのウィットウォータースランド大学在学中最初は競技者としてモータースポーツに興味を抱き始め後に技術的側面に関わるようになった1965年に卒業した後バーンは科学者として働きながらレースへの情熱を保ち続け1960年代の終わり頃に二人の友人と共に 広国南アフリカへ高性能自動車用パーツを輸入する会社を設立した。この頃に彼は初めてレース用車両のデザインを始めた。彼は本格的な工学実習の経験がなかったが、デザインは数学的知識を駆使して行われた。彼の設計した最初の車は、フォーミュラフォード用のレーシングカーで競争力があり1972年の選手権では、 上位に食い込んだ。1972年の成功を受けて、バーンは、レーシングカーのデザインでキャリアを追求すべく、イングランドへと移住した。年式の古いロイヤル製、フォーミュラフォード用車両を購入し、デザインを改善するのに必要な技能の習得を始めた。1973年には、ロイヤルの創設者であったボブキングが、チーム売却の決断をするという幸運に恵まれた。 新しいオーナーはデザイナーでもあったキングの代わりとなるエンジニアを必要としており、ドリー・バーンに職を提示したのだった。バーンは、その後4年の間、ロイヤルとその顧客のために、様々な車両のデザインを行った。1977年、テッド・トールマンに紹介されたことで、33歳となり、英国モータースポーツ界における名士となっていた、バーンに次なる機会が訪れた。 トールマンは当時会にチームのオーナーであり、バーンをデザイナーとして迎え入れた。数年にわたって右肩上がりに伸びていった成績は、1980年の英国会2選手権における第1位、第2位を占めたことによって頂点に達した。ドリー・バーンをデザイナーに要したトールマンチームは、まさに会一の世界へと飛び込む準備万端という状態だった。バーンの手による、 最初のグランプリ用車両はハートエンジンを搭載した TG181 だった。遠方で開催された開幕参戦を資金不足のため欠場したトールマンは3割の GP で開一に初出走した。最初の2シーズンはポイントすら獲得できないありさまだったが1983年シーズンにはデレック・ワーウィックとブルーのジャコメリによって10ポイントを 獲得し、コンストラクターズ選手権で9位に食い込んだ。これは、ピットレームにおいて、バーンが信頼を得るにも十分な数字であった。同シーズン終了後にトールマンは、アイルトン・セナと契約し、バーン、セナ、トールマンの三者にとっての初勝利へ、あと一歩へと近づいた。グリッド最前列に向けたチームの着実な進歩は、1985年に、 ベネトン一族がトールマンを買収する計画を公式発表したことで強い後押しを得ることになった。ベネトンフォーミュラと名前を変えたチームは予算と資源の増加、加えて当時最強と言われた BMW 自家4ターボエンジンを得たことにより、1986年10月のメキシコ GP においてゲルハルトベルガーが彼自身にとっても、またチーム及びバーンにとっても、 初となる勝利を B186 で記録した。その後5シーズンにわたって、バーンのデザインした車両はさらに2勝を挙げたものの、ベネトンはフェラーリ、ウィリアムズ、マクラーレンに挑むようなポジションに立つことは、決してなく、これら勝利のほとんどは、棚ぼた的なものであった。1989年末に、ベネトンはフェラーリに在籍していたジョン・バーナードを、 テクニカルディレクターに据えたため、バーンは1990年に、レーナード会一プロジェクトに参画する。しかし、計画は誤破産になり、1991年に、バーナードの離脱したベネトンへと戻った。この時チームは、フラビオブリアトーレの強力な指導下にあり、またチームは、ミハエル・シューマッハの獲得にも成功していた。すなわち、バーンの加入により、ミハエル・シューマッハ、 ロス・ブラウン、そしてロリー・バーンという1990年代から2000年代の F1 を語る上で抜きにできないトリオが完成したことになる。この関係は後のバーンの F1 人生に大きな影響を与えることとなる。1992年に誕生した B192 はレーナードでの計画で設計されたものを元にしたもので側面が バナナのような形状で非常に高いノーズと同じく高く競り上がったサイドポンツーンを持つマシンでベルディ GP でミハエル・シューマッハに初勝利をもたらしている。この形状はその後のベネトンのマシンデザインのコンセプトとして長く使用される。1993年に投入されたマシン B193 バイトは序盤に投入された B193A の改良版で セミオートマチックギアボックスと 4WS、アクティブサスペンション、トラクションコントロールシステムといった先端技術を導入し、超速の進化を遂げていた。この車はシューマッハの手によってわずか一勝を挙げるに止まったが、翌年にはタイトルの獲得に向けてすべてが万全であると言えた。1995年のベネトン B195、1994年の最初のレースにおいて、 バーンの B194 シャシーが最強の車であることはすぐ明らかになった。批評家はベネトンが優位となった理由をむしろウィリアムズの天才デザイナー、エイドリアン・ニューウェイの攻めすぎた空力デザインによるものと指摘し、またベネトンの不正行為に関する告発がシーズンを通してチームに付きまとった。シーズン終盤のウィリアムズの猛追はバーンから 初のコンストラクターズタイトルをかすめ取ってしまったが、彼のモットーである変化でなく進化によって、1995年にはさらなる成功に向けてすべてが整っていると言えた。1995年、不正行為に関する告発を受けながらもベネトンはシーズン終了を待たずに両方のタイトルを確定させ、バーンのデザインしたマシンは、回一の コンストラクターズチャンピオンを獲得した。しかし、多大な影響力を持っていたシューマッハがシーズン終了とともにベネトンからフェラーリに移籍したことによりチームは崩れ始めた。最高の結果を得たと感じたバーンは1996年に引退を公表した。1996年シーズンの結果を受けて、 ミハエル・シューマッハは長く低迷し続けるフェラーリを頂点へと引き戻せるエンジニアリングチームを構築するために無条件の統率権を与えられた。ベネトンのテクニカルディレクターであったロス・ブラウンが引き抜かれ、さらにフェラーリはイタリアへの移住を拒んで、イギリスにある自身のデザイン事務所で仕事をしていたジョン・バーナードに代わるチーフデザイナーとしてロリー・バーンに白羽の矢を立てた。 シューマッハの熱心な説得を経て、バーンはタイでの隠居生活から欧州へと引き戻され、マラネラのフェラーリ本社にデザインオフィスを作ることになった。2004年の F2004-2000 年までに、フェラーリはタイトルに挑戦する準備を完了し、さらに続くシーズンに勢いをつけるための仕事を続けた。2004年シーズン終了時点で、バーンのデザインしたフェラーリは71勝、6回連続の コンストラクターズタイトルを挙げ、さらにミハイル・シューマッハによる過去に類を見ないほど安定かつ圧倒的な力により2000年から5年連続でドライバーズ・コンストラクターズの両タイトルを獲得している。2004年、バーンは2006年シーズン終了をもってイ一を引退し、1998年以来彼の補佐をしているアルドコスタにチーフデザイナー職を異常すると発表した。 2005年は、チーフデザイナーの肩書きを肩の上は保持して、実質的な指揮はコスタに任せていたが、2006年3月からは、デザイン、開発部門の責任者を正式に退き、責任者の職は、アルド・コスタに、チーフデザイナーの職は、ニコラストン・バジスにそれぞれ譲った。また、2009年まで同部門のアドバイザーとしての、契約をフェラーリと結んでいた。 2008から2009年、A1 グランプリからフェラーリがシャーシュ及びエンジンを提供することになったことから、バーンの最終作である、会2004の改良版が使用されることになり、A1 グランプリカーの開発のコンサルタントを担当した。2006年以降は、住居を再び、タイに移し、隠居生活に入ったものの、以後も、フェラーリの市販車部門との関係は続き、2012年に、 発表されたニューエンツオの開発では、プロジェクトリーダーを務めた。このまま海一部門への復帰が何度となく噂されたが、2013年2月に海一部門への復帰を正式に発表した。ただ、F1 部門専人ではなく、2014年以降、一マシンのデザインに関わる一方で、引き続き市販ロードカーのプロジェクトにも関与すると、している。 2015年マシンの SF15T の開発にも一役買っている。ありがとうございます。